今、ご承知の新型コロナウイルス、この感染症が拡大をして、世界が、そして日本が今、大変な状況になっております。長い人類の歴史を見れば、幾度もこのような疫病を乗り越えてまいりました。今の時代でありますから、科学的な知識を得て、その対策を慎重に取っていくことが大切なこと。これは言うまでもありませんが、それともう一つ大切なのが、祈る心であると思います。人類はさまざまな疫病の時に一心に祈りを捧げて乗り越えてまいりました。嵐は必ず去るのであります。日は必ず消えるのであります。夜は必ず明けるのであります。それまで私どもは一心に祈りを捧げたいと思っております。私が普段いつもお唱えをしている延命十句観音経、そしてその和讃をお唱え申し上げて、この感染症の拡大が一日も早く収束をし、穏やかな日々が再び訪れることを祈りたいと思います。観音菩薩。
我らと諸行と皆共に仏道上善苦闘。